はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日は、キャッスルバニア3やっていきたいと思います。こちらね、外国版の言うたら悪魔城伝説になります。はい、ちょっとね、ここで検証したいことがありまして、パスワードが、パスワードね。これね、名前をね、まずドラゴンね、これ僕の昔のパスワードなんですけど、これね、外国版も日本版もね、パスワードは使えるんで、同じのがね、ちょっと検証したいことがありまして。違う？マジか。間違ってんの？もしかして合ってないってこと？じゃあ。合ってるけどな。あ、合ってる合ってる。よかったよかった。これまあ時計台ですね。2面ですね。これね、仲間のね、能力が違うんですよ。日本版だとこれナイフ飛んでいくんですけど、グラントね、こういう飛ぶ道具じゃないんですよ、こっちのグラントはね。あ、しまった。何やっとんね。ちょっと待って。そうか、こうやってやんな。おそらく押しっぱなししないといかんねんな。飛び道具じゃないから、こっちの方が難易度高いんですよね。ちょっとね、そのファミコン版のね、この魔女伝説の外国版と日本版の違いがね、ちょっと最近分かったんで、ちょっとそれを検証してみようと思って。グラントはこんな感じですね。あ、でも防御力が、日本版は4減るんですよね、ダメージ受けたら。こっち3ですね。ダメージはだから、まだちょっと防御力はこっちの方が強いですね。外国版の方がね。あら、やられた。はい、じゃあ次ね、違う仲間をちょっと見ていきたいと思いますね。ごめんなさい。これ変えないといけないですよね、名前。なんでたこ焼きなのかがよくわかんないけども、これもう小学生の時の僕のパスワードだからしょうがないですよ。これ名前とパスワードはちゃんとね、一致させないとこれね、ダメなんでね、しょうがないんですよ。これね、ハルカードが仲間になってるんですよね。さあ、どう違うのか。ハルカード、これハルカードなんですよ。全然違う。どうなのかな。どうちゃうのかね。どうちゃうかね。違いが分かんないな、今のところ。どうちゃうのかな。3方向になった。あ、打てない。
はしご打てないんや。はしごっていうか階段のとこは。え、打てなかったっけ。打てなかったっけな。これコウモリになれるんよね、確か。どうやってなるんやったっけ、コウモリ。え、コウモリなれなかったっけ、これ。もしかしてこれ外国版なれないのか。やばいやばい。え、おかしいな。飛び道具はいいんですけどね。それはいいんですけど、なんか妙に敵が硬いな。攻撃力弱いのかね。これこれでいけば無視できるんですけどね。こっちへ行った方が無視できるというか。スタート、あ、間違えた。何やっとんねん。ちょっと待って、ん、あ、ここまで戻ってまうのか。まあいいや。はい、じゃあ今度サイファーを仲間にしようかな。はい、ですね、ロックマン。あ、間違えた。森ですね、3面。ここのボスがね、あ、そうか、これやってんな、そういえば。そうか。そうか、飛び道具ないねんな、そういえば。そうか、突き刺しやもんな。これ、こっちの方がいいな。飛び道具じゃなくなるとグラントのね、強さが半減されてしまいますよね。体の身軽さだけが武器になっちゃいます。ちょっと待って、いや、むずい。食らっとるかな、これ。あ、そうか、この敵が、そうか、今の敵が、この、日本版には出てこないんですね。こっち行き止まりなんですよ、確かね。あ、しまった。
あーまあいいか。あ、コメド伝説自体やるのめっちゃ久しぶりですからね。うわ、まさかこんなとこで死ぬとはね。ほんと下手になったな。こっちほら、あ、そうか、乗れないのか、あそこ。あそこ乗れるのかと思った俺。男はね、赤魔女伝説の日本版には出てこないんですよね。こいつ、なんかフェイントみたいなしてきよるな。そうか、橋、階段ではあれ出せないんやね、サブウェポンがね。そう、セムシ男はね、出てこないんですよ、それは日本版では。外国版だけですよね。日本版はなんか変な犬みたいな敵なんですよね。これ、この、こいつの代わりにね。この稲妻、昔は当たると思ってましたけどね。で、ここで終わりなんですよね、ここは。はい。これ、下行ったら難易度が難しくなるんですけど、上の方行きますね。上の方が簡単ってことはないけど、難易度がまだ低いんですよ。続きですね、森の。音楽が微妙に外国版はね、音質が違うんですね。日本版の悪魔女伝説は音楽はもうスーパーファミコン並みに綺麗なんですけどね。うん、まあ、これでも全然問題ないですけどね。やばい、やばい、死ぬやん。そうになったなぁ、ほんまに。昔こんなとこで死ぬようなね、腕前じゃなかったんですけどね。このクラゲこんな強かったっけな。これね、ムチが短いからちょっとやりづらいな。考えたらサイクロプスですけど、ボスがグラントのナイフが飛ぶ道具じゃないからめっちゃ強いんちゃう、もしかして勝てるかね。やばい、おい、マジか、おい。そうなると思わんかったな。あんまり時間がないんでね。もういや、無視しよう、あいつは。あ、これ下や、下。あれ？進めない。え、なんで？そうか、上から行かなあかんのか、これ。うわ、食らった。最後の残機やで、これ。サイファー仲間にする、できるかどうか。ああ、ボス来ました。
あ、そうか、食らうのか。こっちか。あ、そういうことか。やべえな。あ、厳しいね、これ。ゲームオーバーや。うわ、こっからかい。こっからなんや。サイファーが見たいのにな。そうか、そういうことか。いや、サイファーが出てくるパスワードがないんですよ。こっからね、やるしかないんですよね。ちょっと待った。あかん、強引すぎるな。あ、こっちしかないかな。まさか3面クリアできないことがあるとはね。つうかボスが強いもんな、飛び道具ないから。あー、マジか。おい、でもこれはラルフでいかないかな。が弱い状態だ。サイファーがね、どんな感じになるか確かめるためにプレイしてるんですけど、3面クリアできないと話にならんぞこれ。でもこんなとこまで戻されるんやね、ゲームはなったら。されるかな。でもサイクロプス絶対強いなこれ、飛び道具なかったら。申し訳ないけども、ちょっと反則技を使います。あれ、はい、クイックセーブさせていただきましょう。これか。はい、万が一またゲームオーバーになったらここからできるんで、そうなれば。いや、ちょっとね、今日時間ないんですよね、あんまり。うん、こうでもしないとね、進まないんで。クイックセーブを使わせてもらって。まあでも僕一回これクリアしてるんで、このゲームね。うん。今日はね、クリアするのが目的がないんでね。難しい面ではないはずなんですけどね。いや、食らった。これナイフ取っといた方がいいのかもしれんな、武器は。サイクロプス倒すためにね。斧じゃちょっと厳しいな。ナイフの方がいいな、絶対。サブウェポンで倒すしかないですよね、となるとね。グラントが飛び道具のね、ナイフが出せないのであればね。あー、ちょっと危ないな、お前。また同じ死に方するとこやった今。これでナイフ取ったからちょっとなんとかなりそうかな気がしますね。ちょっと一分とかやべえからな。セーブします、はい。あー、チェンジ、あ、まあいいか、チェンジそれでもいいか。あ、そうか、チェンジしたらナイフ使えなくなるんや。そうか、グラントで取りゃよかったのか、ナイフ。まあいいや。
うわ。あ、そうか。届かへんねや。届かへんつうか。そういうことか。あ、難しい。ここからか。あ、でも一ポイントがないからな。一ポイントがないから。うわ、こいつ頭しかあかんのや。頭しか当てられへんの。あ、厳しいなこれ。あかん、厳しい。ちょっとこれ、グラントの歩くの早いんですよ。そうそう、グラントでこれ取った方がいいな絶対。うわ、もうきついな、おい。13か。足りるかね。さあ。おっと。あー、もう何しとんねん。ナイフも出せんかったな、今。あー、そうか。そうか、セーブしてなかったやん。何しとんねん。いや、こいつの強さは分かったわ。いつもどんだけいじめてたか、グラントのナイフで。うわ、振り向いてくるときあるんや。グラントのナイフは取ったはいいけど、上と B で武器出すからしゃがみながら撃てないから届かないってことか、結局。届かないっていうか、当てられへんってことや。つうか、もう強いねん敵。そうか、これ最後の残機やもんな。だからそれでセーブしてるからこうなるんやな。ちょっとここで一応セーブしときましょう。せんでええかな。これね、上と B でね、武器出すから、どうなんかな、微妙やな、これ。うわ、むずいわ。ちょっと。ロード。だからもう、せんでええかな。これ一発でも食らったら死ぬ状態やもんな。状態で言うたらこうやって、あ、当てれるね。これがうまくできたらいいんですよね。うわ、厳しいわこれ。ちょっと待って、この状態でセーブやな。あー、そうか、セレクト押してるか、結局しちゃうんけ、俺。これは厳しいな、これ、絶対。こうすりゃいいのか。こうやってやりたくない。でも、これ、こっち来てるからな。
そうするしかないよな、倒し方としては。うわ怖いな。あと4発や、あと2発や、これしか倒し方ないよな。よし倒した、やっとやで。おい、こんな手こずる止まらなかった。はい、サイファーですね。これを見るためにわざわざね、ここまで苦労してきたわけですよ。はい、これはもういいね。英語やから何言ってるかわからんからいいね。仲間にするってことや、とりあえずね。はい、でグラントはね帰るんですよ。はい、はい、幽霊船ですね。あ、チェンジしてたったん、してやったんや。じゃあこのね、サイファの能力を見るためにやったんですよ。どうちゃうやろな。変わってないんちゃうの、あんまり。魔法が使えるんですよね。でもマジックマイク使うんですよね、魔法。ダメージはグラントと同じくらい食らうね。いやもうあんまりサイファー使ったことないからな、どう違いがちょっとわからない。多分変わってない気がするな、ファミコン版ちょっと日本版と。変わってない気もするな。あ、やられた。いい、弱いわ、弱いな。あんまり変わってない気するけどな。あの、この時を止める時計を取ったらあんまり意味ないってことやな。魔法使える、魔法使えるのにね。いやまあ本当はね、あのラルフで行く方がいいんでしょうけどね、せっかく仲間にしたからちょっとね、こっち優先で使ってますけどね。使うもんね。使わなかったらめっちゃいいのにな、これ。マジックポイントね。減ってるもんね、やっぱりね。肉を取りました。だったらワープできるんですよね。上にぶら下がって上からね行けるんですけど、なんもないか。ここはここで叩いてるって感じだもんな。ちょっときついかもな。でもなんとかなるか。時計台のところがちょっと難しいのかもしれんね。
計台とか、あ、時計台のとこちゃうか。これここしかないな。あー、もったいな。やばい。おー、ギリギリやった。今のはちょっとやられるかと思ったけど、あー、取れないな、あれは。あれはもう。ここ、ボスですよね。中ボスね。使いますよ、もうこれを。ギリギリや。では打てないよね。打てないっていうか、あれは取らんでも、まあ、強力は強力ですけどね、確かにね。まあこうは、あ、やばい、あ、死んだ。こっからか。防御力が弱いところだよな。うわ、マジックポイントなくなってるやん。 やられたら減ってるやん。38もあったのに。マジか。それはちょっと痛いな。うわ、危ね、危なかった今。ああ、あれはなんか泥袋か。ちょっと怖いな。これがグラントの方がいいんですよ、これは。うわ、ギリギリやん、これ。超ギリギリやん。ちょっと、あそこはもしかしたらもう、ラルフの方がいいのかもしれんな。こいつ、ジャンプ力あんまりないのかな。別に、あえてこれで行くことはないんですけど、グラントじゃないと、ラルフで行けばいいんでしょうけど。あえてこれ使ってるというね。せっかく仲間にしたから。あんまり使ったことがないキャラなんでね。あ、ちょっと親帰ってきたんでね、これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。一応挑戦ストップか。ここ再挑戦、最後の残機なんでね。あ、いけた、いけた。いけたけど、もう終わりですね。はい。